こんにちは。ベルリンの部屋から撮影しています。前のビデオカメラをこの間なくしてしまって、なくしたのが1週間前ほどで、それから市内の電気屋さんとか行って、なんか良さげなカメラないかななんて思って見てた、いいやつがあったんですよ。こんな小さなやつで、ただこう、手ぶれの性能とかは前よりいいやつ。そんでこれ買うかな買うまいかなと思ってちょっと悩んでたんですけど、昨日めちゃくちゃ円高になって、これはかなり今買っておけばお得なんじゃないかなと思って購入してしまったわけです。まああとどんだけいられるかもわかりませんけどね。まあおおよそ目ぼしいところ自分ではもちろん見たんですけど、せっかく1年間住んだ街ですから、どんな様子であるかっていうのをまたこれでお見せできればいいかなと思っています。で、今日これから、荷造りのための段ボールを買いにいずれ出かけるところだったので、まあ、その様子なんかも含めて適当に撮ってお見せしますわ。じゃあ出かけていきましょう。で、電車に乗っていきます。来ました。ここに段ボール屋さんがあるわけですけど、その近くに観光スポットもあるので、そこをまずざっと見て、いや、お見せしていこうかと思います。ここは東駅って言って、そこそこ大きな駅、東ドイツにあたる場所ですけど、昔からここに建てたのかななんて想像しています。で、駅前の様子はこんな感じですな。結構開けたところで、これもまた東ベルリンっていう一つの感じなのかなとか思ったりいたします。ほな、この右奥の方にあるところへ行ってみましょう。ちょっと風が強いのが気になりますが、この通り、見ての通りって言ってよければ、ベルリンの壁なんですけども、ベルリンの壁が崩れたすぐ後に、もうみんなが壁をどっかんどっかん壊しまくるもんだから、これは危ないって言って、市の当局か何かが、この区域は壁を保全するって言って、で、その保全された壁を今度芸術家団体かなんかが、もらい受けて、そこにこんな感じで世界中の人たち、世界中の芸術家たちを集めて、世界最長の野外ギャラリー、イーストサイドギャラリーっていう見せ物になってます。向こうにおよそ1キロ弱続いてますね。まあよくこの辺りを天気が良ければ散歩しに来たりしてたんですけど、ちょっと今日は風も強いし小雨も降ってますんで、触りしかお見せすることができず残念ですけども、そういうところがありましたっていうお話でした。じゃあ段ボール買いに行きましょう。これはシュプレー川っていうベルリン市内を走ってる大きな川です。東と西が分断されてた時はここを泳いで渡って逃げようとして、まあ、凍えて死んでしまったという人も多くいたようですね。まあ、フランスのセーヌとか、オーストリアのドナウとか、そのあたりに比べたら、知名度はあんまりないですけど、例えば語学学校とかに行っても、シュプレーっていう名前は、ベルリンを象徴するもののように教えられたこともあるので、住んでる人にとっては特別な意味があるんでしょうね、昔から。そしてこの道を歩いていきます。川を渡って、ちょっと小雨がパラパラとしてんのと、あと冷たい風がビュービュー吹くもんですから、たまに結構しんどいですけど、まあ残念ながらこれが日常的な天候だというふうに言わざるを得ませんね。特に冬になってからなんて
丸一日晴れるなんてことはほぼなかったように思います。おお、ここにレンガの道が走ってますけども、わかるかな。これがかつて壁が走ってたところの跡ですな。まあそんな感じでほとんど全部取り壊されてしまったわけですね。で、すぐそこに、このお店の中に、引っ越し屋さんかな？これの中に段ボールを売ってくれるお店があるみたいなのを読んだので、ここに入っていきますか。入り口はどこだ。まあちょっと探してみますか。おお、あったあった。だいぶ想像してた以上に資材置き場感がありますけども、あそこのお店がそのようです。じゃあ入っていってみますか。こんな感じのホームセンターの梱包品だけみたいなお店でした。そして無事、暗いか。そして無事に、この段ボールの束も買うことができたので、これで持ち帰って荷造りですな。ドタバタはしましたけど、うまいことここまで来ております。ちょっと雨が降ってきてしまったんでね、片手に段ボール持って、もう片手に傘持って歩かないといけないので、帰り道は省略かな。一旦出てみますが、やっぱり雨粒が大きいのでここまでです。また一旦帰ってから撮り直し始めますね。はい、まあこうして段ボールは取ってきました。あとテープ、サインペン用意したんで、もう荷造りはいつでも始められますね。で、その前にせっかくなんで部屋の中ね、というか家の中をまだちゃんとお見せしてなかったと思うので、全体はこんな感じですわ。玄関入ってきて、まあ下駄はこうコート掛けなんかがあってね。まずはリビングルームとキッチン一通り揃ってて、暮らしやすいですな。で、窓の外は駐車場と、まあ、そのすぐ向こうに線路がありますけど、駅も近いですわっていう感じ。で、こちらが私のベッドルーム。もっぱらここで過ごしてますけどね。作業机などあったり、ちょっとごちゃっとしてますけど、こんな感じですな。洗濯物なんかもここに干してますね。部屋干しで十分よく乾くし、変な匂いもしません。で、あとはバスルームか。はこんな感じ。まあただのバスルームですな。対して見せてもしょうがないような気もしますけど、こんなシャワーブースだけがあって、バスタブはもちろんございませんっていう感じですね。さあ、どうやって撮れてるかわかんないですけど。
まあ、昨日ちょうどその感染注意情報レベル1っていうのが出て、まあ、慌てて荷造りの道具買ってきたわけですけども、まあ、見ての通り普通に買い物も行けるし電車も乗ってるし、ちょっと観光客は減ったかもしれないですけど、まだそんなに恐怖っていうほどじゃないですね。まあ、もちろん油断せずにいつでも帰れる準備はしておこうと思いますけども、そんな感じでしたわ。まだ今日一日は時間あるんで、もうちょっと別のところもお見せしようかと思いますけど、もうここまでで長くなりすぎちゃったかもしれないので一旦ここで切りますね。また次の動画で続きをお見せしようかと思います。まあそんなとこですわ。じゃあまた後で、さよなら。